ち、プロの定義は時代で変わる。こんにちは、皆さん。私はサウンドエンジニアとして約11年間、活動してきました。自分が音楽のプロになったとき、それは島村楽器のトレコンというコンテストでファイナリストになった2012年のことでした。興味深いことに、私のキャリアのスタートは作曲からではなく、あらゆるレベルの人々にレコーディングを提供するという仕事から始まりました。初めてプロの世界に足を踏み入れた私は、音楽の知識がまだ十分ではなかったため、得意な戦略を採用しました。それはソフト武装、つまり、私の前職であるコンピュータプログラマーとしての知識を活かし、音楽制作ソフトウェアやプラグインに大量の投資をしました。この投資は、自分のスキルを強化し、自分の音楽を向上させるためのものでした。しかし、すべてが一変しました。新型コロナウイルスの出現で、音楽業界は一変。これまでの進行方向が急に塞がれ、私たちは新しい形で音楽を生み出す方法を模索する必要が出てきました。それが、オンラインレッスンや YouTube での DTM 解説へのシフトだったのです。そして YouTube の世界を探索していく中で、プロの定義が変わっていくことに気づきました。2、YouTube は大きなマーケットに。DTM などのデジタル音楽制作の進歩により、アマチュアの台頭とともに制作単価の価格破壊が起きました。アマチュアが手頃な価格で楽曲を提供し、それが視聴者に受け入れられるような市場が形成されました。これは特に、ボーカロイドのような新しい音楽形態を受け入れた若者たちにより進められました。しかし、一方で YouTube には多くのアマチュア音楽家が存在しますが、その多くがほとんど視聴されていない状態です。しかし、適切な戦略を用いれば、音楽のクオリティに関係なく何百万回もの視聴を得ることが可能になっています。これは音楽のクオリティだけではなく、人気が重要であるという新たな市場を示しています。3、理解しているのにシフトしない音楽家。最新のテクノロジーやマーケティングのトレンド、YouTube などのデジタルプラットフォームの重要性を理解しながら、それに適応しようとしない音楽家たちがいます。それは一体どういうことなのでしょう。YouTube の運営は確かに容易なものではありません。それは新たなスキルセットを必要とし、戦略的な思考と長期的なビジョンを持つことを求めます。そして何よりも、それは自分の音楽とパーソナリティを全世界に対して発信する大胆な挑戦です。そのため、初めて YouTube を始める音楽家にとっては、これは恐怖に感じられるかもしれません。しかし、一方で音楽家たちは、何時間も創作に没頭し、多くの時間を練習に費やし、音楽の専門知識を深める努力を惜しまない。それは音楽に対する彼らの深い情熱と尊敬に値する専門性を示しています。だからこそ、彼らは音楽家としてのキャリアを追求し、自分たちの作品を人々に聴いてもらいたいと切望しています。しかし、その音楽を広く人々に届けるための新たな挑戦に対しては、彼らは消極的になりがちです。それは不思議なことです。なぜなら、彼らは自分の音楽を人々に聴いてもらいたい、売りたいという強い意志を持っているはずなのに、そのための新たな手段やチャンスからは遠ざかってしまうからです。これはおそらく、未知の領域への不安や、新たな挑戦に対する恐怖心、そして自分の音楽に対する自信不足から来るものかもしれません。しかし、この恐怖を乗り越え、新たな挑戦を受け入れることが、現代の音楽市場で成功を収めるためには絶対に必要なステップなのです。4. まとめ？これからの未来では、AI の自動作曲技術の進化が進み、個々の音楽能力よりも、マーケティング能力が重要になるという事実を避けては通れません。
これは、新しい形のプロフェッショナル、つまり、自分の音楽だけでなく、その音楽をどのように売り出すか。どのように人々に共有するかを理解している人々が成功を収める時代を意味します。そして、その成功の鍵は YouTube などのプラットフォームにあるのです。その一方で、これまでのプロの定義、つまり、高度な技術や専門的な知識を持つことが求められる時代は変わっていくことでしょう。この新しい時代に適応できるかどうかが、これからの音楽家の成功を左右することでしょう。と、終わりに、今日の私の話が、音楽を追求し続ける皆さんの参考になれば幸いです。プロの定義が変わろうとも、私たちが音楽を愛し、それに人生を捧げる理由は変わりません。それは、音楽が私たちの心を豊かにし、他人とつながる手段であり、最も強力な表現手段であるからです。それでは、皆さんの音楽旅行が充実したものになることを願っています。ご視聴ありがとうございました。